はい、できました。どうだ。じゃじゃーん。水の中にいるみたいで面白いです。はい、皆さんこんにちは。 DIY 族の鉄でございます。本日も元気にリフォームやってまいります。というわけでですね、前回はこんな感じ、床下収納枠を作りました。もともと一つだったんですけども、それを二つにするということで、枠をちょっとね、ごっそり落として作り直したんですけども、これがですね、ものの、まあちょっと2時間もありゃ終わるかなと思ったら、もうとんでもない、もう丸一日かかりになってしまいました。そんなこんなでだんだんこう時間がなくなってきて焦ってくるんですけども、床下の作業がまだまだ続きます。はい、フローリングの下に、下地用のこのコンパネはねえか、ベニヤ板を貼るんですけども、これはちょっと、とっととやりたい気持ちをぐっと抑えまして、その前にこいつ、これ、スタイロフォーム。はい、というわけで、断熱材スタイロフォームを入れていきます。はい。これ、リュウシ君スタイロフォームって知ってる？いや、なんか、ホームって感じがするね。よくわかんない。なんだこれ、なんかの、発泡スチロールとはまた全然違うやつで。これを切って、はい、これを切りましてですね、この隙間に入れていく作業です。はい。と聞いたんだけども、これ、かなり大変なんじゃないかってすごい不安でした。はい。そもそもこれ切るのがね、なんかめちゃめちゃ結構硬そうなんですよ、これ。軽いんだけど。で、これネットで調べるとね、カッターで切れるんです、カッター。普通のカッター。へー、なんかプロ用のごついやつじゃなくて切れないようなイメージあったんですけども、はい、これで切れるそうです。というわけでカッターを用意して、刃だけはね新品にしてまいりました。はい、こちらのスタイルフォームの寸法はですね、これが1825で、こっちが913、まあよく赤いやつ入ってました。あ、これだ。40ミリ、4センチの厚さで 910×1820。だからこれなんだ、サブログ版か。まあ、畳1畳と考えりゃ、そんな感じの大きさでございます。はい。これがね、どう切ろうかなと思ったんですが、これ部屋をちょうど測りますとですね、よっ。そっからね、ここがね、ちょうどね、1820なんですよ。へぇー。で、またこっちの、こっから、ここはまあ大体、やっぱりこれも1820。というわけで、ちょうどね、これが、部屋の半分。これはちょうどですね、はい。1枚が大体半分。なるほど。なんかそう考えると、結構ぶどまりにいい材料じゃなかろうかと。一番スマートなのも、もう端からこの真ん中までドーンと一本で切っちゃうのがいいかなと思ったんですけども、はい、結構ね、これがね、完全に切ったりとはちょっと思えないのと、中心部はいいんだけど、端っこの方で補強入れたり、ね、まっすぐとは限らないので、ちょっとやり方として、この、こいつを半分にぶった切って、この910の長さを小刻みにやっていこうかなと。それから半分にしてね、これを切れば、ポンポンポンって入れるんじゃなかろうかと。というわけで、そんな感じでやってまいります。そしてちょっと台木を入れましてですね。これじゃ全然軽い。すごい軽いです。入れまして、というわけで、本当にカッターで切れることがやってみます。どうなるんだろうね。ちょっとカッターこんぐらいで。ちょっと一回で切れるか行ってみようか。長めに出して。ガン！そうだな。危ない危ない。これぐらいで3センチぐらいでいきます。はい。おお、切れる切れる。こっから、うん、よし。あるね。結構抵抗あるけども切れます。何回か置いてた方が良さそう。これがね、パキッといったらかっこいいんだけど、いかないね。いかない、危ないね。うん、もうちょっと長めにしましてですね。はい。下に。これで。うん、もう一回切り目入れたら、ちゃんと刃が入っていきます。で、刃を起こしていけば、まっすぐ切って、これでいくかな？これでいくかな？よいしょ。
おお。これが1個、2個、端っこちょっとき、あでも端っこどっちみちょっとスポット入るからこれでいけるね。はい、これで長さ落としていけばいいということで、じゃあ手始めにまずここ行ってみようか。ここ行ってみます。はい、これが255だけどちょっと254ぐらいかな。25センチ4ミリ。よいしょ。こっちもこっちも一緒だね。大体255で、まあ25同士で切ってみましょう。25これかな。キツキツも困るけどゆるゆるも困る。でこっち255ぐらい。これ便利だな。マジックだ。多分これ溶けるんです、スタイロフォーム。確かそうなんだ。うん、鉛筆かけないですね。まあ、ペンが一番いいかもしれない。サインペンがいいかもしれないですが、これでいけるかな。よし、切ります。はい、うん、これ横方向の方が切りやすいんだけど、なんかね、上下押さえるのが大変、横方向。なるほど。はい、切れる瞬間気持ちいいね。カット。というわけで、はい、行ってみましょう。あ、いけるかな。だからこっちだったね。きつかった。いいかしら。お、ぴったし。いい感じになりました。これ結構断熱効果あるかもね。なるほど。スタイロフォームね、あの手乗っけてるだけでなんかじんわりあったかいです。フローリング通しもやっぱり断熱効果ってあるの？あると思う。おう、これの上にコンパネ貼ってで、あのフローリング乗っけるから、これあるなしで全然、あのただこれ外の空気入ってくるわけだから全然違うんじゃなかろうかと。はい、個人的にはこの裏にあのほんと銀マットホチキスバンバンバン止めたいんだけど、タッカーでどうなんだろうね。あんまりやっちゃいけないのかもしれない。湿気が飛ばなくなるかもしれない。どうなんだろう。まあこんな感じでパコパコはめていきます。はい、結構地道だけど単純作業か。よし、やっていきましょう。難しい感じやってますよ。どうかな。パコッと取りまして、これがここに入るか。ちょっと緩かったかな。こんぐらいがいいんじゃないか。もう大きいかな。はい、いいと思います。ここら辺がすごいね、これこれですね。はい、やってみると面白い。なるほど。なかなか面白いです。もしあれだったら、あの糸のこあるといいかもしれないです。細い、なんていうの、あの細いなんか湾曲に切れるノコギリ。少し切り方のコツが分かってきました。これ今一回浅く切ったやつなんですが、はい、これ火を下に入れましてですね、こうしてクイックイちゃうと、こうするとズーム見やすいから。おお、こうするとですね、カッターの刃も入りやすくて、でカッターのなんていうのかな、この太くなってるところがめり込むぐらいに入れていくと、で最初はこう刃を寝かして切るんです、さーっと。うん、切りまして、でその後にこう刃を立てていくと、おお、OK、素晴らしい。慣れてくるとどんどん速くなる。うん、すごく楽しい。ありがとうございます。はい、はい、さあどうかな。よいしょ、開いてよっ。ふんふん、あ、ちょっときつかった。きつめ入りました。お、綺麗に入るとすごく気持ちいいです。
最後の端材最後の入るかな入るかな。さっきのね、まさかの端材がこういう隙間にもぴったり入って、はい、できました。上地くんが手伝ってくれて2人で頑張りました。はい、どうだ。じゃじゃーん。面白い。なんかあの映像で見るとなんかあのすごい青っぽい不思議な感じになってると思うんですけども、うん、実際こうして見るとかなり面白い。そう、ね、なんかねこの青いスタイルフォームスタイルフォームスタイルフォームしかしあれね、こうやっぱり素人作業ですね。この裏表とか動きとか全部バラバラでなんかこう水の中にいるみたいで面白いです。はい、端っこが割れていたり、ちょっと隙間が空いていたり、無理やり突っ込んだりとか、あそこでやっぱ一番苦労しましたけどね。とりあえずこんな感じになりました。ここで割とね、ピッチリ入っていったんですけども、こう端っこの方やってて、だんだんこのスタイルフォームが足りなくなってきまして、最後の最後は端材でなんとか、端材でこうギュッと、あそこが一番端材のエリアです。結構ピッチリ、収まりましたー。というわけで、スタイルフォームを貼って断熱性が終わったところで、いや、次回はですね、はい、いよいよ下地を貼っていきます。下地のあの、なんか下地用のベニヤ板、はい、針葉樹で貼ってるんで、針葉樹ベニヤを貼っていきます。はい、若干花粉症きつい季節ですが次はだからベニヤ板を貼れば下地ですが、床になります。よっしゃ、ね、歩けるようになるんで気分的に全然変わります。今はね、これね、一見しっかりしてるより単なる落とし穴なんで、どこ踏んでもバリッてくるんで気をつけましょう。お茶が一回、両地くんが一回落ちかけました。はい、というわけで、スタッカーありがとうございました。